では5試合の登板で防御率は 0.00 です。さあこうやってシーズンに入っていくと、さあどういうピッチングになるかというところです。で守備は低めいっぱいでした。この投球の中では初めて低めに集まっていったボールですよね。フルカウント、空振り三振。最後も同じようなボールですか。スライダーじゃないですかね。低め空振り三振。お仕事をやってのけるか。空振り三振。ゲームセット、ライオンズ3試合連続の逆転勝利はならず。オリックス2016、打ち上がりました。ライト、いやショートの世界でライト糸井が上がってきました。前進しつかんでいます。感じてないのかなという印象ありますね。156キロ、これは打ち上がっています。レフト落下点に入った。ボクセビックつかんでツーアウト。いやセンターが手を挙げました。最後瞬発掴んでゲームセット、1点差届かず。センタードブセビックキャッチしました。ワンアウトランナーありません。西野ジャンピングスロー、キャッチをしてアウト、ツーアウト。三振50奪いました。ボテボテ一塁アウト、スリーアウト。9回楽天はウィーラー、高めの球打っていきましたけれども、ファーストが下がって最後はファールグラウンド。最後は153キロのストレートでした。これで2アウトです。初のマウンド上のコーディエです。これ打ち上げました。サードが追いかけていって原拓也最後掴んでスリーアウト。ゲーム終わりました。この森岡とのゲーム、キャッチャーサード追っていく、サードファールフライ掴んだのは小屋の、ワンアウトです。ただもうワンパターンとかストライクがなかなかね、同じマシンが入らないとなってね、今の変化球もそうですよね、はい、やっぱそれだけ速いボールだけに変化球に反応してしまいますからね。そうですね、バット回ってしまいました。吉田です、ご覧ください。完全にボールですけどね。三振でツーアウトです。逃げていくサードもありましたけども、交代かもわかりません。三振を取りました。ここは8回コーディエどうだという投球戦力にはなると思うんですけどね、はい、そして今のスライダーが入ってきましたね、はい、まあ、昨日も三振2つ奪ったんですが、やはりこう速いボールでファールを打たせながら、ランナー走る、これは完全にタッチアウト。いいボールだったんですね。あのキャッチャー伊藤、ね、はい、いいところになりましたよね。いいボールを送りました、はい、コントロール悪いですから、真ん中寄りに構えてもいいんですけどね、はい、ここは打ち取ってセカンドゴロです。ランナー2者残塁、コーディエランナー背負ったんですが高浜を打ち取っています。6回の表マリーンズランナー出しましたが無得点。6回の表高めのボール、質的にはまっすぐの質的にはそんなに悪くないと思うんですよね、空振り取れるし、そのファールも取れるとなれば、はい、そのまっすぐ狙って打席に入ると思いますからね、はい、で そのあたりでも多少甘くてもそのヒットにさせる。打ったのは多分外低めのチェンジアップ、うん、チャンスだったので打ててよかった、バットの先だけどうまく外野の間を抜けてくれたね、うまく打てたんじゃないかなと話していました。なるほど、なるほどね、前してるかもしれませんけどね、はい、
この打球はライト糸井です。これも多少ねインコースの甘いボールなんですけど、ね、そうですよね。ストレート逆方向、追いつきました。ティオからワンアウトです。はこの今井。さあ高打球はどうかな。サードゴロ。今度の打球はピッチャーゴロ正面でした。スリーアウトに上がって何試合か先発もしました牧原。思い切り振ってレフト大きな打球、いい岡田が追いつきました。大きなフライでこれはワンアウトです。松田、あっとこれはバット先でした。西野は小島に任せます。ライトフライ、マウンド氷へ、あっと打ち上げた、センターが下がります。大塩です。スリーアウト。今日初めて無得点のイニングになってしまいました。7回の裏、21対5変わっていません。そうです。ショート和田氏深いところ一塁アウト。先頭坂本ショートゴロ、ワンアウトランナーありません。ナイトフィールダー長野久義ともにリーグを代表するショートストップです。打った坂本、守った和田氏、まあ、一息入れたことによってね、まあ、それがうまい方にね、はい、作用してくれればいいんですけど ね、その気持ちの問題というのも大きいでしょうね。三振を取りました。今日は緊迫した場面で投げています。阿部ライトへのライナー性の当たりでした。糸井キャッチしました。コーディエ9回の表3人で巨人打線を抑えました。ジャイアンツ9回表0点です。1対0。バントしてフライになって小山がボールを取っています。ここでスライダー、いい高さ、ボールが変化していきました。そうですね、落ちましたね。2番センターフィールダー重信慎之介、この縦のスライダー、ストレート見逃し三振、外いっぱい。